マッチ棒パズル。正しい等式を作る脳トレが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は1+6=7となり、正しい式になりました。第2問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は9-9=0となり、正しい式になりました。第3問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は18-12=6となり、正しい式になりました。第4問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は5+0=9-4=5となり、正しい式になりました。第5問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は すると 9+1-5=5 となり、正しい式になりました。第6問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は すると111-41=70となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。